プロテインホスファターゼには普遍的に発現しているヘテロ酸量体系プロテインホスファターゼで PP2A としても知られる。真核生物細胞におけるホスファターゼ活性の大部分を担う。そのセリン、スレオニンホスファターゼ活性は広い機質特異性を持ち多様な細胞機能に関与する。PP2A の標的にはラフ、メック、アクトといった 発ん性シグナル伝達カスケードのタンパク質が含まれ、PP2A はん抑制因子として機能する。PP2A は構造 A サブユニットと触媒 C サブユニットからなるに、両体のコア酵素と調節 B サブユニットから構成される。PP2A の触媒 C サブユニットが A、B サブユニットと結合すると、機能や特性の異なる数種類のホロ酵素が作られる。 A サブユニットはヒートリピートタンパク質ファミリーのメンバーでヘテロ酸両体複合体の形成に必要な足場タンパク質である。A サブユニットが結合すると B サブユニットが存在しなくても触媒 C サブユニットの高素活性は変化する。C サブユニットと A サブユニットには深核生物の間で顕著な配列保存性が存在する一方で B サブユニットは より多様で、ホロ酵素の極材や特異的活性の制御に重要な役割を果たすと考えられている。多細胞の真核生物では、4つのクラスの調節サブユニット B、B、B の少なくとも16のメンバーが発現している。加えて、補助タンパク質や翻訳ご就職が PP2A のサブユニットの結合や活性を制御している。 PP2A の活性部位には2つのマンガンイオンが一致している。集合した PP2A ヘテロ酸両体。構造サブユニット A は15のヒートリピートを含み N 末端が青、C 末端が赤の虹色で示されている。調節サブユニット B は不規則的な偽ヒートリピートを含み単成色で示されている。触媒サブユニット C は淡茶色で示されている。 非結合状態の調節サブユニット A が灰色で重ね合わせられており、このアルファソレノイドタンパク質の柔軟性が示されている。11番目のヒートリピートのコンフォメーション変化することでタンパク質のシーマッタンが屈曲し、触媒サブユニットの結合を受け入れている。PP2A はパーキンソン病とアルツハイマー病の治療薬の標的となる可能性のある因子として同定されている。 しかし、2014年の段階では、どのアイソフォームが標的として、最も効果的であるのか、また、活性化と阻害のどちらが、最も治療効果があるのかは明らかではない。また、PP2A は、血液の癌の抑制因子としても同定されている。2015年の段階では、直接 PP2A を活性化するか、または、PP2A の活性を抑制する他のタンパク質を、 阻害する化合物を同定するプログラムが進行中である。ありがとうございます。